バカな、バカな、私が貴様ら虫けらごときに、カオスの力を手に入れた私が、なぜ。気づいていないのか。てめえは最初から溺れてたんだよ。自分で用意した底なしの沼にな。なんだと、どういうことだ。カオス様があなたの企みに気づかぬはずないではありませんか。まさか。メビウスよ、お前に預けた半身返してもらうぞ。ふざけるな。この力は私のものだ。私は全ての力を手に入れ絶対神となり世界を滑る。残念だがそれは無理だ。小細工もこれまで。二度と蘇ることのできぬようにお前の肉体のその魔力のひとかけらまで逃しはせん。これで邪魔者はいなくなったな。そうだな。これで私の歩みを止められる者はいなくなった。神を止められるのは神のみか。それでもあんたを撃つと言ったら。私を撃てぬようであれば世界など到底望めぬ。世界は弱き者に情けなどかけぬ。弱きことはそれだけで全てを奪うに足る理由となろう。確かに、なればこそわしは強さを求めた。しかしやはり弱さなくして強さは手に入れられぬ。人は厄介な生き物なのさ。簡単には諦めないってことではね。これまで多くの試練を、不屈の闘志で数々の苦難を人は乗り越えてきた。神の力に頼らずとも、知恵と勇気と、そして力を合わせることでな。おごるつもりはないけれど、私たちはもう神のものじゃない。子はいずれ親の元から離れてゆくものです。私たちももう神の手より離れ生きていかなければならないのでしょう。私たちは真実から目をそらさない。偽りで得られるものなんて何一つないから。全ては真実と共にあります。私は全てを受け入れます。心のない人形であったことも。ですが今は違います。
私はこの世界にありたいのです。ならば真実を知るがよい。そして真実にどれほどの重みがあるのかを知るがよい。そう、魂の重さというものを我を超え、自らの手で扉を開いてみせよ。ああ、こじ開けてみせる。俺たちのこの手で。面倒ですね。道を開けてもらおうか。大丈夫。
遅い。そんな。気をつけろ。後悔させてあげましょう。どうした？遅い！そこ！遅い！どうした？扉！失望させるな。闇に見られた。覗いてみな。死ねよ。これからだろ。遅い。そんな。遅い。これから。
どうした？リザルダ！失望させるな。遅い！しびれさせてやろう。するものだ。魂の瞬間、それが払うべき代償。砕けな！どうした？失望させるな。ソウルクラッシュ！これで終わり。神の時代が、あとは何時ら次第。永遠も滅びもその手にあるということを忘れるな。ここで終わるわけにはいかない。全てが終わる。その時は当然の結果。まだまだ頑張らないとね。私、お兄ちゃんのために頑張る。もっとお役に立てるように頑張ります。修行に終わりはない。なるほど。これは通過点にすみません。次はドイツが相手だ。立ち止まるわけにはいかないの。前進してまいります。なせばなる、なさねばならぬ何事もってな。